空き箱を使って形を作り、お花紙を貼って工作を作ってみましょう。まずペットボトルや空き箱をくっつけて形を作りましょう。上からお花紙で貼るので、セロテープでどんどんくっつけていけばいいです。面と面をくっつけるときは、セロテープを輪にします。グラグラするときには長く切ったセロテープでギュッと固定します。同じようにしてどんどん箱を留め付けていきます。ペットボトルの蓋もセロテープを輪にして貼りましょう。糊を水で薄めて、ハケで濡れるくらいにします。糊を塗ったところにお花紙を乗せて、さらにハケでペタペタと糊をつけていきます。これを全体に貼り付けていきます。途中で色を変えても構いません。透明な部分はこんな風に詰め込んで透けて見えるようにしても面白いです。模様を作りましょう。折りたたんだお花紙を切り取ると一気に同じ形がたくさんできます。湿っている間に貼り付けて上から糊で押さえておきます。お花紙を紐のようにくるくるとねじって飾りをつけました。目玉の部分は糊をつけたら白いお花紙を貼り付けて、糊でしっかり固めて、くぼんだところに黒いお花紙を丸めて入れました。シュレッダーバサミでまつげを作って、つけまつげのようにして貼ってみました。これはお花紙を透明シートに貼り付けて作ったお花紙シートです。張りがあるので、こんな風に切ったり折ったりして羽を作りました。これは両面テープで貼り付けました。それ以外にも飾りを工夫して、尻尾もつけて、完成です。想像上のキリンですね。本当にはいませんが、こんな工作を作ってみるのも楽しいでしょう。皆さんの工夫でいろいろな工作を楽しんでみてください。